市倉定に学ぶ経営者の自己マネジメント、社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日は炎のコンサルタント、伝説のコンサルタントと呼ばれた市倉定さんのマネジメントへの挑戦復刻版が発売されたのを記念して、経営者の自己マネジメントについて分かりやすく解説したいと思います。市倉定さんといえばですね、非常にですね、こう社長をね叱り飛ばすことから、炎のコンサルタントとかダメ社長再生人とね呼ばれてきました。基本方針は、ダメな会社はトップが全て悪い、人のせいにするな、部下のせいにするな、環境のせいにするなとね、非常にだから厳しいですねコンサルタントだったわけです。市倉語録を少し紹介しますと、経営とは外部に対応するものであって、断じて企業の内部に対応するものではないのだ。事業経営の成否は 99% 社長で決まる。いい会社とか悪い会社とかはない。あるのはいい会社、いい社長と悪い社長である。電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも社長の責任である。社長が知らないうちに起こったことでも全て社長の責任なのだ。事業経営にきれい事は危険である。事業は学問でもなければ理論でもない。事業の存続を実現する戦いなのである。ボロ会社ほどスローガンが多い。会社の赤字はお客様を忘れたのが原因である。これはですね、ほんの氷山の一角ですね。この今言ったですね市倉語録を聞いても、非常に厳しい方だったというのはね垣間見ることができると思います。それで今回ですね復刻版というのが出たんですけども、それがこちらですね。はい、見えるでしょうかね。はい、これがマネジメントへの挑戦の復刻版ということですね。ちょっとこう帯のねところ読んでみたいんですけども、日本のドラッカーと呼ばれた男、55年前日本の経営者を震撼させた反逆の書が今よみがえるなんていうね、非常にこう挑発的な言葉で書いてあります。市倉定さんについては YouTube で市倉定と入れてですね検索すると、何本か実際に市倉さんがセミナーをやってる動画が出てきますんで、もし興味のある方がたらぜひ動画の方もご覧ください。それで今日はマネジメントの挑戦復刻版から少し紹介したいんですけども、有能な経営担当者への道というのが5章にあります。それで有能な経営担当者は作られるということで、社長のことですよね、経営担当者っていうのはね、あとは経営幹部のことだと思うんですけども、それで基本的なね原則があるというわけですよ。でこれが8つあります。まず1個目が、まず自分自身を管理せよと。で2つ目、上を向け。3つ目、速やかに決断を下せ。4つ目、目標を設定せよ。5つ目、結果に注目せよ。6つ目、時間を有効に利用せよ。7つ目、優先順位を決定せよ。最後8つ目が、人の長所を利用せよっていうね、この8つが経営管理ですね、経営担当者が必要な能力、原理、原則だということなんです。でこの中で一番重要なのが、私はまず自分自身を管理せよというですね一番最初の原理原則が一番重要だと思います。とかく中小企業というのは株主ですね。大企業であれば株主の意見だとかね、株主にこうやっぱり見られてるという感覚がありますので、なかなかね自分の思ったようにできないというところもあると思うんです。ところが中小企業経営者であると、特に株主がね、厳しい株主が見ているわけではありません。業績が一期赤字になったとしてもですね、株主総会で追い詰められるとか、そういうことがねあるわけではないので、ついつい経営者自身のやりたいように、そして経営者のペースで経営を進めてしまう傾向にあります。でそのためにはどうしたらいいか、自分を律していくしかないわけなんです。経営者は裸の王様になりやすいというのが、これ現実だと思います。実際私も経営者団体とかいろいろ入ってますけども、この人ちょっと危ないんじゃないかな、裸の王様なんじゃないかなというね人に出くわすこともあるわけです。それでも中小企業経営者っていうのは経営はできるわけなんです。ただしそれを注意する、指摘してくれる人というのは実は社内には一人もおそらくいないでしょう。ということはますます自分の感覚で経営をしてしまう、自分の好き嫌いで経営をしてしまう、で損得だけで経営をしてしまうということが度重なっていきます。そうなってくるとやはり本道からどんどん外れていって利益が出ない、業績が落ちてくる、さらには社員が辞めていく、で取引先からもクレームが出るとかいろんな問題が出てくると思うんです。なのでまず経営者自身ね、一番気をつけなければいけない原理原則というのは自分自身のマネジメントなんですよ。自分自身のマネジメントだから取締役はそうなんだけど取締られ役ですよ。もうね本当に自分で自分のことをきっちりと取り締まっていかないといけないと、そんなことをですね市倉定さんも言いたかったんではないかなと思います。そんなことで今日は市倉定さんのですねこちらのマネジメントですね、マネジメントの挑戦の復刻版を紹介しました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。社長の大学株式会社リンケ JMI コンサルティングの長谷川博之でした。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。